しくお願いします。ニュースなんかで見ますと反対の人が大勢いらっしゃいますけど、まあそれはそれで、私はもう決まった以上はまあ考えを変えることはできないと思う。私の考えで決めました。まあ長い間日本の総理大臣としてやってきたということで、まあやはり批判多く受けるということはそれだけ仕事もしてきたということだと思うんで、やっぱりそういった方を弔うっていうことはやっぱり必要なことなのかなと思って、やはり弔意を示すために喧嘩しにここに来たって感じですね。これだけの国民が反対してるのに強行突破みたいな形で話し合いとかの機会も設けず、意見を聞くこともせず強行してこういうふうにやってしまうっていうのは民主主義ではないと思っていて、なんか民主主義を守りたいって岸田総理は言ってるのに、なんかやってることと言ってることが違うじゃんってすごい思って、ああいう形で亡くなられてしまったということは本当に辛いことだなというふうに思っていたんですけど、選挙後に統一教会の問題であったりとか、いろいろその疑惑が、まあ、盛りかけもそうですけど、解明されてない疑惑や新たな疑惑が浮上していく中で、やっぱり国民全員が弔意を示すという形の国葬で行うのはやはり違うのではないかというふうに思って、今回、まあ、ここに来て抗議の意思を示そうかなというふうに思いました。